しゃべくりマッシュラ始まるよ。こんばんは。12月7日午後7時になりました。第528回しゃべくれ松代の時間です。今日の松代なんですけども、最高予想気温が12度、まあ予想通りだったかな、12度でしたね。しかしね、まあ空は真っ青でね、ほんと素晴らしい青空でね、雲一つなくね、まあ夕方になったらねちょっとあの雲が出てきたんですけど、昼間はもう本当に素晴らしい晴天でしたね。そんな松代でした。今日のゲストなんですけども、ですね、最近そのメディアでねすごく有名になっておりますね、野村美里さんのねお母さん、野村澄夫さんにお入れいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ところで野村さん、最近ね、今申し上げたんですけども、そのお嬢さんのね、はい、美里さん、最近メディアですごいじゃないですか。ねえ、そんな美里さんなんですけども、子供さんの時はどんな子供さん、どんな子供さんってことないですかね、はい、どんなお嬢さんだったんですか。はい、美里はおじいちゃんが、田畑をやってたんですけれども、小さい頃から興味がありまして、はい、よくお手伝いをしてくれました。これ手伝ってるところ、こちらはこれは違う、はい、チューリップ畑なんですけど、おじいちゃんと一緒にチューリップ作ってた。作ってないんですけど。あ、作ってない。はい、たまたまこの写真を出したってことかな。そうですね。あ、なるほどね。あ、なるほどね。はい、わかりました。はい、おじいちゃんと手出してたと。はい、それでこれですか。そうですね、お兄ちゃんと弟がいるんですけれども、はい、野球をやってたもので、はい、主人も私も、うん、野球の応援と、うん、活動で忙しかったんですよ。美里さんには本当にほっぽり出して、そうですね、かわいそうな思いをさせてそんな中で美里は一人いろんなことに興味を持って、うん、いろんな経験をしました。ああ、今おむすび食べてそんな経験してるんかな。そうです。はいはいはい。あ、そうですか。ああ、素晴らしい。で、これは何ですか。こちらですね、うん、農協のエバーグリーンっていう雑誌の表紙で、はあ、連絡が来まして、ぜひ、はあ、あのモデルになってほしいと言われて、はあ、はい、農協のね、J グリーン長野の候補紙だ、ね、そうですね、確か、うんうん、の表紙になりました、はあ、はい、そうですか、これがそう、そうです、はあ、すごい、これはこれですね、お兄ちゃんと、うん、弟が野球をやってる間、はあ、一人取り残されて、うん、花を取ってるという、はあ、なるほど、はい、当時から自然に触れたら、そうですね、自然が大好きで、はい、そうですか。これは何ですか。あ、こちらですね、お兄ちゃんの結婚式の前撮りで、うん、プロのカメラマンの方が、うん、兄弟3人の写真を撮ってくれたものなんですけど、うん、あ、はい、まあそんな子供さんだったということなんですね、はい、あ、そうなんですか。それで、すぐ大人になっちゃった、はい、そうじゃないな、長野商業に、うん、入学したんですけども、長野商業時代には、うん、皆様から推薦されまして、うん、生徒会の副会長を経験しました。はあ、小さい頃から素晴らしかった、ね、え、積極的で、うん、はい、すごいですね、本当に積極的だったんだ、はい、ね、それでですね、大学へ進学するはずだったんですけれども、うん、早く社会に出て、うん、いろんな経験をしたいということで、うん、東京電力に就職しました。可愛い娘さんを大学やないで就職しちゃった。就職しちゃったんです、はい、はい、それで、どっか行ったの。はい、そこで仕事を、うん、2年間やりまして、うん、はい、お金も貯めまして、うん、そして仕事をする中でオーストラリアに行く決心をしました。はい、で、これがそうですか。そうですね、オーストラリアに。これオーストラリア。そうですね、オーストラリアのシェアハウスの仲間たちです、うん、はい、それでオーストラリアに旅立つ前には、うん、東京電力の皆さんが壮行会をしてくださって、うん、ああ、かわいがられてたんだ。そうですね、人たちに出会いまして、上司の人も
お素晴らしい方で、あなるほど、空港まで見送りに来て、うん、あらららら、はい、あやめてオーストラリアって行くって言ってんのに、はい、あらはい、もう本当に感無量というか感動、泣いちゃったでしょう多分、そうです ね、本当にありがたい、そうですね、はい、そりゃ人徳ってもんだな娘さんのな、ね、よかったね、はい、これは、はい、それで行きまして、うん、飲食店や、うん、一応トマト農家などの農業体験を行いまして、うん、そこで、こう仲間たちと出会いまして、うん、はい、英語をマスターしますね、はい、これが英語マスターするとこ、そうじゃねえ、はい、みんな仲間たちと、うん、はい、あなんかこれ農業やってる間こう汚れてる、休憩、泥だらけだね、はい、休憩の合間に撮った写真だと思います、うん、ここでも可愛がられてたんだね、そうですね、仲間たち ねみんなの、ね、はい、いい仲間で、そうですね、世界中に仲間がいますね、そうだよね、はい、でここに10年もいたの、そうじゃねえ、オーストラリアに2年です、うん、20歳の時から22まで、うん、はあ、それで日本に帰ってたの、そうです、日本に帰ってからは、うん、オーストラリアで身につけた英語をもとに、うん、英語の先生をこちらで、はい、はあ、なるほど、2歳から18歳の生徒に英会話を、うん、おーすごいですね、指導しました、それで今も英語の先生じゃないよね、今また外国行ったの、英会話を、英会話が一番長かったんですけど、うん、10年ぐらい、7年ぐらい、あ、はい、でその後、途上国に住むことが、途上国に、はい、いい経験になるんじゃないかということで、バングラディッシュのダッカに渡航しました、女の子が、はい、これはそう、次、はい、そうです、これは今度はダッカ、これ、ね、職員、向こうの先生たちですね、お指導の、はい、これバングラディッシュの職員、職員、はい、職員、はい、大学生なんですか、はい、あそうなんですか、はい、これもそうですか、生徒さんたちですね、あこれ生徒さん、生徒さんたち、はい、なんかおじさんみたいだな、おじさんみたいなんですけどね、みんな結構まだ若いんです、若かったです、まあ、そうなんだ、みんな向こうの人たち、うん、年に見えるんですけど、うん、まだ若いです、そうひげが濃いから、そうだねなんかもうおじさんみたいなの、はい、でそれでですね、バングラディッシュの首都ダッカに移住しまして、はい、うん、日本語学校で技能実習生を支援する仕事について、うん、でそんな時にテレビで、はい、故郷の長野の洪水の報道がされていて衝撃を受けました、うん、はい、で、うん、何かがおかしいと、うん、でそこで見つめたのが、うん、土の営みと環境問題、はあそうなんですか、でそのダッカではどんな生活したんです、はい、日本では目にしないような貧困な人々たちです、ね、うん、ほうほう、と、そこでは白いマスクが一目で茶色になってしまうほどの大気汚染、大気汚染がひどかったそうです、はあもうじゃあ空気はもう茶色いんだ、はい、汚ねえとこだね、で生活物資も手に入らない、はあ、価値観が変わったそうです、病気にならなかった、大丈夫だったの、ちょっと具合悪くなったこともあったんですけど、はい、気をつけないと大変だったんだね、そうなんです、はい、それでそんな生活、当時そこでシドニーの森林火災、うん、はい、思い出の場所が次々に被害に遭いました、うん、長野県 の次にまたシドニーの森林火災ということで、美里、うん、は地球温暖化のせいではないかと考えました、うん、で、気候変動を調べ始めました、うん、ではい、時期を同じくして、はい、長野県の、ね、日本で初めて気候非常事態宣言というのを出しました、でいても立ってもいられなくなってダッカでの仕事は切り上げました、うん、早々に切り上げて、うん、松代の実家に戻ってきました、はあもう大変だね、もう激動の人生だね、はい、28?9、ね、今9なんですけど、いや29にしても激動の人生歩んでんね、素晴らしい、で豊坂に戻ってきた、戻ってきた、で、私たちの田畑の手伝いをしながら、うん、松代の豊坂の生活は素晴らしいと、はい、思ったそうです、はい、で土がふかふかで、うん、少し掘るとミミズが出てくる、いろんな虫がいる、うん、はい、
でコロナウイルスの感染が広がって、うん、外国人研修生が来日できなくなりまして、うん、農家が困っていると、うん、でそのような中、住み込みで大規模農家の手伝いを始めます、うんはあ、で農家の手伝いをする中で、すごいね、土が違うと、はあ、豊坂の土とは違う、はあ大量生産のこの、うん野菜、土は、うん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 、虫がいない、うん、土が硬い、はい、で土に栄養がないから肥料をバンバン撒く、うん農薬、うん、でそこでできる作物は人工的な食べ物ではないかと、はい、で実家の土の大切さがやっぱりそこで分かったみたいです、うん、素晴らしい経験してんだ ねすごいね。でね、疑問がどんどん広がってきて、で初めは地球温暖化だけで考えていたんですけど、うん原発事故、うん、海外生活、うん、そして18号台風被害、うん、森林火災、うん、コロナウイルスなどを経て、うんはい、経験しまして、いろいろ関係づけて考えている中で目標が変わってきました。お、はい、で行き着いたのが土の営みの大切さだったそうです。これが、はい10月には環境問題の解決に取り組んでいるドイツ在住の環境実業家の谷口さん、こちらの男性、はい、招いて学習会を開きました。で50人ぐらいの人たちが集まって、はあ、いやそういうような考えてる人がたくさんいるんだね。そうです、長野のトイーゴに招きまして、ここを見るとみんな若い人が多いじゃん。そうなんですよ、若い人もいっぱい来ていて ねで今このままじゃまずいということで、うんうんはい、若い人が頑張ってるね。そうですね、はい、で白熊くんになるんですけど、うんはい、これ白熊、はい生きる場所がなくなってきてるんですね、地球温暖化のせいで、はい、でもう絶滅種、ね、絶滅していくんじゃないかと、うん言われているそうです。これも、はい、こちらはバッタですね、うんうんうん、世界で大量発生しているそうで、でも地球温暖化の影響だそうです。農作物にも被害が及んでいるそうです。あそうなんですか、はい、すごいですね。これなんか可愛い写真あるじゃん、これ何ですか、はい、これはそちらは一応豊坂の水上山の、うんピラミッド祭りでの写真なんですけど、あれピラミッド祭りってさ、はい、人がたくさんいるんじゃないの、誰もいねえのこれ。人こっち側にいるんです、向こうね、ロープの向こうはね人が入れないもんで。ああ、はい、そう、そう、あ当時まだゴルフ場ある頃か。そうなんです、ゴルフ場がある頃、グリーンだなこれ。そうです、そうです。ああなるほど、あ、ま、小さい頃で、あそうか、当時はまだこんなに小さかったんだね。20何年前か、30年ぐらい前か、27年ぐらい前ですかね、そうなんですか、1歳か2歳ぐらい、はい、おーかわいい ねこれはさっきの、あこれもかわいいじゃん、砂遊びあやっぱりその自然に触れてたんだな、ね、この頃からね、昔から、ね、昔からかわいいね、そうなんですか。これはさっき、あ、はい、これは何、どちらが美里さん、ね、こっち左が美里です。あ、はい、なるほど、夏のお祭り、お盆です、ね、あお盆、はい、おそうなんですか。この頃もやっぱり弟さん思いで、うん、そうですね、まだ野球やってないね、まだ野球はやってない、まだやってないね、25歳、あこの時やってない、ね、やってないね、まだやってないね、はい、まあね、やってないできないよね、はい、あそうなんですか、はい、これ、あやっぱやっぱり可愛がってますね、弟思いでね、ね弟思いでね、はい、やっぱりこの頃からまだ野球はやりたいなんて言ってないね。まだです、まだやってないね、はい、ああそうですか。やはり小学校上がってからぐらい、そうです、野球小学校1、2年生の時から、ああ、はい、お兄ちゃんも弟さんも、はい、あその頃から美里さんはもう一人きりにさせられた土いびりがね、そうですね、名古屋の時は、うん、そうです、一人きりになっちゃったかもしれない、うん、連れてったんですけどね、一緒にね、はい、あそうですか、
で、はい、まあね、時間もだいぶなくなってきてしまったんですけども、はい、最後にね、松代の方とか、はい、それからこのテレビをねご覧の方に一言だけでいいんですけども、何かあったらお願いしたいんですけども、いずれ松代に帰ってきまして、うん、豊坂で、自然農法をやると本人は言ってますので、うん、また皆さん応援の方よろしくお願いします、うん、そして地球環境の方なんですけれども、一人一人が、できることを、うん、少しでもゴミを減らしたりして、なんとかこれを食い止めていく、うん、お手伝いをしていただければありがたいです。またよろしくお願いします、うん、はあ、今日はいいお話ね伺ってありがとうございます。今日はどうもお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。いや、三田さん、はい、素晴らしいでしょ。そうですな、ねえ、地球環境、ねえ、もう、わあ、私は考えらんねや、自分のことしか考えてねや、それはまずい、俺なんかね、酒飲むことしか考えてやっちゃうねえ。それもね、あれなんでいいんだよ。あ、そう、うん、あ、よかった、ありがとう。飲んで、うん、農業に関係してるんだから、ホップからこう。あ、なるほど、ね、あ、俺も貢献してるんか。そうだ、あ、そっか、やっぱりねポジティブに考えなきゃいけないね。そうそう、 ありがとうございました皆さん、はい、優しいね。はい、そういうことだよ。はい、わかりました。はい、はい、昨日、一昨日なんですかね、はい、あの松代幼稚園の園長さんに見えてね、はい、クリスマスのこういった飾りね、はい、持ってきていただきました。で、毎年ね子供さんね、うん、20人ぐらい来てね、うん、こうやって渡してもらうんですけど、うん、今回はねコロナの関係で、うんうん、なるほど、ちょっとダメだということで中止になっちゃった。でもせっかく作ったので、今年もまた持ってきてもらいます。これ園児さんが作ったの？うん、これは、あのね、先生も含めて、こうやって作った。上手に作ったのね。上手に作った。まあ多分こういうね、のりつけてペタペタペタって貼ったりするんだと思うんだけどね。あ、うん、上手だ。今結構ね、あの子供さんちもいろいろやれるみたいで、はい、素晴らしい、うん、そんなことです。はい、はい、それからですね、うん、これから、ね、12月の、ね、12日、今週の土曜日だね、はい、今週の土曜日、これ、松代学をやります、4回目ですね、うん、お二人の、ね、講師の先生をお迎えして、はい、松代公会堂で、1時半から行いますのでね、はい、ぜひご参加いただきたいなというふうに思います。はい、で、それに引き続いて、はい、翌週ですね、21日月曜日、はい、冬至の日、夕日にね、はい、宝珠を見る会っていうのがあります。あの西条の西楽寺と清水寺さん、ね、あそこを見ていただいて、あのなんか夕日だから太陽さんで有名な、そうそう、あ、なるほど、うん、そこで、ね、ちょっとね、やっていただければいいかなというふうに思います。うん、でそういう形でね、うん、来週やりますんでよろしくお願いします。わ、はい、かりました、はいはい、それでは来週のしゃべくりますよ。来週はね、はい、これまたちょっと違うんですけど、はい、ですね、うん、菊、うん、菊花店、はい、でね、長野県の菊花店とあと松代の北新地区のね菊花店両方兼ねてやったんですけど、この間の菊花店とは違うんだね。うん、あのね、高蔵さん、あの八田さんとは違うんだね、うん、あれは同じなんですけども、今回はね、はい、農林水産大臣賞っていうのをいただいて、中澤久子さん、うん、この方にちょっとね、どういうふうな作り方をしてるのかと、うん、どういう関係でね、こういうふうにやりだしたのかっていうのもちょっとお聞きしようかなと思って、はい、来週はそんな話をしたいなという、はい、また面白い話聞けてね、はいはい、いいですね。そんなことです。わ、はい、かりました。はい、はい、それでは来週のしゃべくりますよ、どうぞお楽しみに。はい、お願いいたします。松代、あなたの街、それそれしゃべくり松代、また見てね。